たしてもお買い物に行ってお花を買ってきてしまいました。順番にご紹介していきます。ビオラのももかぶどうです。去年は確かももかのミルクを買ったと思うんですけど、もうその前にもいろんな色を育ててみてるんですが、どのももかも本当に花つきが良くて株一面に花をつけてくれて、とても育てがいがあるビオラだと思います。4ポット入りなのでいろんなところに使えていいかなと思います。はい、あとはこちらの水仙八重ふさざき芳香って書いてあります。見てください、これとってもフリフリ、もうフリフリ通り越してブリブリって感じですけど、豪華な水仙です。2球入っています。今年は球根の寄せ植えで白系を一つ作ろうと思っているので、これもいいかなと思って買ってみました。芳香って書いてあるので香りも楽しみですね。はい、あとはこちらのサルビアミラージュバーガンディっていう色です。今朝出した動画で見切り品のミラージュご紹介したと思うんですけど、こちらは見切り品ではなくて普通に定価で買いました。ちょっと今蛍光灯の下での撮影なので、この素敵なバーガンディの色があまり出ていないかもしれないんですけど、普通に太陽光の下で見たら本当にこのバーガンディっていう色が素敵で、もう買わずにはいられなかったんですよね。ネメシアのピーチパイ、ローズ&レモンの可愛い花色です。お花はあいにくまだ咲いてないんですけど、写真を見ると私の好きなピンク黄色系でとってもラブリーな感じです。斬新な花色に加え良い香りのする花です。分子性に優れるので花数多く、こんもりと形よくまとまった装飾になります。この分子性に優れてこんもりと形よくまとまったっていうところに惹かれて買ってみました。私ネメシアのお花大好きでよく買うんですけど、どうしてもヒョロヒョロ倒れがちなんですね。切り戻ししたりしてお手入れしては見るものの、なんだかこううまくまとまらなくて、でもこちらの滝井さんのネメシア、分子性に優れこんもりとって書いてあるので、ちょっと期待して育ててみたいなと思います。花色は他に2色ありました。私が行ったお店カインズなんですけど、このピーチパイの他にレモンスカッシュとブルーベリーパイっていうのがあって、全部で3色置いてありました。インターネットで滝井ネメシアで検索すると全部で6色あるみたいですね。今日のところは3色お店に置いてありました。お花が咲いてないので香りはまだ確認できないですけど、他のブルーベリーパイとレモンスカッシュはお花が結構咲いていて、香りも嗅いでみたんですけどいい香りしました。特に私はレモンスカッシュの香りが好きでした。あとは見切り品また買いました。またしてもミラージュなんですけど、なんとお値段30円です。今朝ご紹介したミラージュとは違う花色が置いてあったので、もう30円なら絶対買いでしょということで買ってしまいました。花色はローズバイカラーとバイオレットです。今朝の動画でご紹介したミラージュ3色と合わせて全部で6色揃っちゃいました。ミラージュ祭りですね。30円とはいえちゃんと新芽が出ていますし、上の方もこんな感じでそんなに悪くないかなって思います。こちらの株もちゃんと下の方から芽吹いています。やっぱりこの時期お店に行くとどうしても買っちゃいますね、いろいろと。これでもすっごい控えてはいるんですけどね。球根だけはいいの見つけたら買っておかないと、もう品切れになってしまって次入ってこないかなと思うので、もしお買い物考えられている方は球根はお早めにゲットした方がいいかなって思います。